実家に帰った後も。部屋に戻る。その誰稼がないとだね。もうダメでしょ。しないであぐらかいてそうやん。笑っていないと怒られて。いつまで持つだろうか。席の前で幸せになった。お祈りさせてもらっていいですか。さて当然だから店長にお祈りさせてもらって。ちゃんと別れてあげる。と思ってる。いつまで持つだろうか。残金さん。いるね。行けばいいのに。そうだったっけ。ふざけてんの。俺はないよ。じゃあ俺借りかけた。本当はさせたくなかった。なんだよ。全然叶わないな。探してたんだよ。だい飛躍的な続けたらいいよ。せや着物で行くって間違えてる。さきちゃん、待て。